そこら辺に桜を植えよう。広島に、桜の木を植えるという植樹会を開催したいと思います。ありがとうございます。ベアーズ島田キャンプのご挨拶。こんにちは、ベアーズ島田キャンプです。この度は広島桜の木を植える会お招きいただき誠にありがとうございます。ウェルカム。誠心誠意を込め穴を掘ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは、この土地の所有者である、広志様のご挨拶自分で言うこれもね、一人に皆様のおかげで今日の植樹会を迎えることができまして非常に嬉しく思っております、はい、もうちょっと山のね開拓の作業でぶっちゃけクタクタでございますが、はい、今日の、作業の締めとして、はい、桜の木を買ってまいりましたので、はい、植樹していこうと思います。かしこまりました。桜入場。ダダンと陽気日桜。陽気日桜という、日本代表的な日本の代表的な花と書いてありますので、はい、こちらをですね、はい、広島の心当たりに川沿いですね、はい、植えようと思います、何十年か後にはねこの下で焚き火会の面々と花見ができるように桜を見る会、はい、は記念すべき、一掘り目はちょっと私で、はい、よろしいでしょうか。はい、一掘り目いきます。お願いします。えいまた笹の上これえいえいえい。あ、でも土はいい土っぽそうですね。いい土だね。えい、この笹がいっぱいありますけどね。じゃあそちらが、じゃあベアーズ様お願いします、はい、お願いいたします、はい、では誠実ながら私、はあ、やらさせていただきたいと思います、はあ、えいえいあ、いいですね。あ、いいですね。いかがでしょうか。いいですね。陽気日様はどれぐらいの深さがお好みなんでしょうかね。根がすごい。でもなんか土はすごく良質のね、良さそうな感じがしますけど。どう？いいんじゃない？いかがですかね。うん。うん？よいしょ。ベアーズいいわよ。陽気日様よろしいでしょうか。ベアーズ悪くないわね。あ、ここに早く入りたいわ。はい。どうぞ。早く入りたいわ。ビアーズ。これ本当流すの？流すわよ。植え付けは11月12月って書いてあるよ。今3月だよ。関東標準。もう開花期だよ今もう。そうですね、うん。でも売ってたんで。そうだね。あ、ちょうどいいんじゃないこれ。それ抜くんじゃないですか。抜かないですか。もちろんもちろん。はい、俺もそこまでバカじゃないよ。これズボっていいの？あ、ズボッ。あ、いいですね。ね。ただこれ、はい、多少俺園芸をかじったことがあるんだけど、はい、ここほぐしたりするんだよね。はい。陽気肥を揉みます。なんか根をこう出すために。こっちもちょっとほぐしてきます。ああ、いいですね。硬て。もういいや、このまま行こう。これ、島さん、角度はどうですか？どうですかね。ちょっと川に花が落ちてほしいじゃないですか、うん、なるほど。でもこっち側がなんか裏面っぽいですね。 A 面 B 面ってあるの？わかんないです。こっちの方が表面っぽい。でもこうの方が自然だよね。ああ、なるほど、ね、川向きの方がね、はい、こうしましょう。はい、いかがでしょう陽気さん。よし、じゃあ入れていきましょう。いいですか、入れて。はい、お願いします。あ、ちょっと腐葉土あったわ。ちょっとコンポストトイレから持ってきた腐葉土、僕のうんこが混ざっております。僕も入ってます。はい、あ、スポーツやったことある？あります。あ、本当？いや、トイレ設置した割には誰も使ってくれないから悲しいなと思ってたんだよ俺最初は。僕から、はい、僕と島田君の腐葉土が混ざります。
投入。じゃあ島田さんからも一言お願いします。ああもうがっつりいくわけですね、はい、ちゃんと分解されてる ね、えらいもんすね。こういう感じ育ちな晴れ。ああ楽しみが増えましたね。育ちな晴れ。はい、じゃあちょっと書きましょう。えい、ー、えいえい。ああ全然関係ないけど腹減ってきた。え腹減った。自分で飯作ってくださいよ。えい、ー、俺はもう飯作る気力がない。えい、ー、えい、こっち側も、えい、よいしょ。いやこれ何年ぐらいでかくなんだろう。分かんないです。ドン。終了の言葉お願いいたします。広島のシンボルツリーとなりますね。はい、そういう予定でございますけども、何年後になるんでしょうね。はい、何年後だと思う？3年後。うん。もうちょっと考えております。え、3年後でどれぐらいになると思ってるの？こんぐらい。ほう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 、分かんないですけど僕も。まあプチな花見は十分できるよね。はい、風情で全然出ますから、ね、なるほど。とりあえず3年間キャンプを続けんといかんね。いや好きでしょ、うん、島田君とすげえ仲悪くなったら見なくなるんだろうね。ちょっと勝手に来ていいですか？その時だけ。仲悪いからダメだね。こんな記念会しておいて。この動画を消すよね。なかったことに。なかったことに。まあまあ3年後また一緒に見ましょうや。はい、ね、見れることを、以上、広島、なんだったっけ、陽気日桜、植樹会でした。チャンネル登録よろしくお願いします。僕のなんかどうでもいいんで島田チャンネルの方登録よろしくお願いします。以上、ありがとうございます。楽しみ増えた。なんかいいですね。